博士獅子踊りは文化7年の西暦1810年下清水の忠吉が江差し秀村に出稼ぎに行った際、ここの地の神屋敷の遠藤金藤という地層から踊りの伝授を受け、地元に伝えたのが始まりと言われています。演目は一番には、それではよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。高瀬獅子踊りの皆さんに盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。会場の皆様にお知らせいたします。会場